Hi there! 皆さんこんにちは。シードルチャンネルの案内人、西村です。こちらのチャンネル、シードルサイダーワンダフルでは、今、静かなブームを呼んでいる飲み物、シードルについて、その基礎知識や情報を幅広く、そして時には掘り下げてお知らせしていきます。このチャンネルで少しでもシードルを身近に感じていただければ、こんなに嬉しいことはありません。この動画は長野県飯田市からお送りしています。ここ飯田市は日本列島の中心、ちょうど真ん中に位置しています。2027年にはリニア新幹線の長野県駅もできる予定で、今後の発展が楽しみな地域です。飯田市とその周辺の稲田にはリンゴや梨、柿といった果物の産地です。2013年には NPO 法人国際リンゴシードル振興会が立ち上がり、シードルの普及に力を入れてまいりました。私もその団体に所属しておりまして、いろいろな活動に参加しています。まだまだわからないこともありますので、動画を作る中で皆さんと一緒に学んでいければと考えています。今日のお題はシードルとは何かです。ご存知の方も多いかと思いますが、まだ知らないという方にもよく出会いますので、シードルとは何かを説明します。シードルはリンゴの果汁を発酵させて作られた醸造酒のことで、発泡した軽やかな泡立ちのあるタイプが主流です。ブドウから作られるスパークリングワインにあたります。よく似たタイプの飲み物でシャンパンがあります。シャンパンはフランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリングワインの総称ですが、あのシュワシュワという泡が出る飲み物のリンゴ版がシードルです。シードルはフランス語で、国によって呼び方が異なります。英語圏ではサイダーと呼ばれています。なぜ日本ではシードルと呼ばれるかというと、明治時代初期にイギリス人がサイダーという名でノンアルコールの炭酸飲料を販売したのが定着して、三ツ矢サイダーに代表されるように、サイダーイコールノンアルコール炭酸飲料というイメージが定着しました。ですので日本ではフランス読みのシードルがサイダーと区別する意味で、リンゴの発泡酒を表す言葉として主に使われています。ただ最近ではハードサイダーという名称を使ってサイダーとの区別をつける傾向もあります。ハードサイダーはシードルのことです。アルコール飲料ですのでお間違いなく。シードルはアルコール度数が 6% 程度と低めで、優しい飲み口であるため、普段お酒を飲み慣れない方でも無理なく飲めるカジュアルでおしゃれなお酒です。また様々な料理との相性も良く、夕食の食前酒などに向いています。ぜひお試しください。シードルサイダーワンダフルでは、毎回1本おすすめのシードルを紹介します。今回は私の地元飯田のリンゴで最初に作られたシードル、ポッシュです。ポッシュとは英語で贅沢な、スマートなといった意味です。2014年にこちらの赤ラベルが稲田にクラウドによりプロデュースされました。富士をベースに作られており、やや辛口で爽やかな味わいです。現在はセミスイート、ジンジャー、レモンライムの味付けが異なる3種類がラインナップに加わっています。ポッシュの詳細は概要欄で紹介していますので、そちらをご覧ください。19世紀の小説家、
アルトゥール・シュニッツラーはこう言っています。総じて言って人生は短い。だから、ランプの消えぬ間に生を楽しめよ。20世紀の文豪、開高健はこう結んでいます。やりたいことをやりなさい。後で後悔しなさんな。やりたいことをやりなさい。グラスの縁に唇をつけたら、とことん、一滴残らず飲み干しなさい。後で戻ってきても、もう雫は残っていない。今のうちに飲み尽くしてしまいなさい。Cheers! Thank you.